チアな4人が集まるガチ社員研修があるというので、こっそりカメラを設置させてもらった。とそこへ、入ってきたのはクジちゃん。突然のツーショットに固まるエビちゃんと、わかりやすく目が泳ぐクジちゃん。同期に会ったとはとても思えない謎の緊張感が漂う。すると、おはようございます。クジちゃん、わずか30秒で退室。ちょっと、他の同期アナはまだ来ない。エビクジの間に重い沈黙の時間が流れる。それにしても、そっぽを向くタイミングがこんな完全に合うことなんてありえるのか。と、そこへ、ダブルアソンだよ。待望の同期が到着。よかったね。すると、すぐ隣のエビちゃんではなく、なぜか遠くの荒木アナにペンを借りるクジちゃん。だがよく見ると、クジちゃんかなり机の端に座っている。体格を差し引いてもかなり。椅子を離した。まずバッグを下ろす動きを利用してのさりげないワンスラー。そしてエビちゃんが髪をかき上げ。とここで休憩。どうした？何があったの？何があったの？席に戻ろうとせず、スマホを見ながら離れていくクジちゃん。すごいな。休憩が終わった。バラエティで熱かったらいけないけど。